はい、こんにちは、116インズです。さあ、今回はとある監督がやらかしてしまったお話をしていきます。社会人の方なら普段仕事をしていて時にミスをしてしまうことは、まあ誰にでも起こり得ることだと思います。完璧な人間などこの世に存在しませんのであまりにもミスが多いならともかくとして、たまーに失敗することは誰だってある。まあそれは普通のことだと思います。 失敗から学ぶこともたくさんありますのでミス自体が全てが全て悪いこととは言えませんし、また基本的にミスをしたこと自体が問題というよりは、なぜミスをしたのかですとか、あるいはミスをした後の対応の方とか、 むしろそちらの方面でどう動くかによって見られ方も今後大きく変わってくるのかなと。とはいえミス自体が問題ではないとは言いながらも、時にどでかいやらかしは自分自身の評価ですとか、あるいは自分が所属している組織にも直接的なダメージを与えてしまうことがありますので、まあミスをしたい人なんていないとは思いますが、なるべくなら避けたいところ。 誰しもがそんな感情を抱いている中で今日 MLB ではないですがマイナーのシングル A のとあるチームの監督が盛大にやらかす事件がありましたその事件が起きたのはマリナーズ参加シングル A のモデストナッツとエンゼルス参加シングル A のインランドエンパイアシティシクサーズの試合で起きました この試合はランダ戦の末に13対10で6 6サーズが勝利していまして、序盤3回までに6 6サーズが10対2と大きくリードしたところ、ナッツ側が徐々に追い上げて最後3点差までは来たけれども、さすがの大量リードの買い回もあって6 6サーズが逃げ切った感じの試合でした。で、この試合の行方を大きく左右したのが初回の両チームの攻撃なのかなと思います。 ナッツが初回、最先よく2点を先制した直後の1回裏に、6 6サーズが一挙6点を挙げて逆転。先制された後にすかさずリードを奪い返したのが、最終的に勝ち切る一員ともなったように見えますが、実はこの初回の猛攻に守備側、ナッツの監督のとある大失敗が、相手チームに大きなアシストをしてしまった形になってしまったんですよね。 MILB.com のゲームデーを見返すと、シティシクサーズは初回、先頭打者から3者連続で申告敬遠をもらい、いきなりノーアウト満塁のチャンスを迎えています。皆さん一瞬聞き間違いかなと思われたかもしれませんが、聞き間違いではありません。そうです。初回の先頭バッターからいきなり3者連続で申告敬遠を、守備側のナッツは与えています。意味不明だと思います。これを今喋っている私も意味不明です。 MLB では近年延長戦はノーアウト2塁からスタートするタイブレーク制をとっていますので、例えばサヨナラのピンチを迎えた守備側のチームが、ワンアウト以下でランナー3塁の状況で2者連続で申告権を与えることで、フォースアウトの状況を作ったりするシーンはたまに見かけますが、3者連続申告権はまあそうそう見かけない、というかまず起こり得ないプレイだと思いますし、ましてや初回の先頭バッターから3者連続申告権とか、基本は考えられない判断です。一体なぜこのようなことになってしまったのでしょうか 球団からの公式ななな発表等は特にないでですすがどううもナッツを誤っったたメンバー票を提出してしてまったようなんですよんね当初発表されていたスタメンは1番ヤング2番フット3番門下だと続く打順で先発投手はマイケル・モラレスとされていましたがおそらくその後の打順等の変更からして実際に提出したとおぼしきスタメン表では1番ヤング2番ゴンザレス3番門下だと続き先発投手にはブランドン・シェーファーの名前があったと思われます。 つまりナッツの監督は自分が当初考えていたものとは全く間違ったメンバー表を出してしまったと、というか結構な箇所で誤りがあったようで、黄色としている箇所が当初発表されていたスタメンと修正後のメンバー表との相違点を示したものになりますが、打順も違えば出している選手やポジションもかなり異なったりと、一体何が起きればこんなにミスをするんだと思ってしまうくらいにミスだらけのメンバー表、別の日のメンバー表を間違って出しちゃったんじゃないかと思うくらいにはミスだらけとなってしまっています。 このメンバー表の誤りを攻撃側の 66ers に指摘され、15分以上の長い中断の末、ナッツは間違った先発投手を降板させるために、先頭バッターから3者連続申告権を与えることで、ルール上の3打者制限を満たし降板させることになりました。 思わぬ形でノーアウト満塁のチャンスをもらったシキティシクサーズは、その後にやんだ打2球が飛び出しての6得点。イニング中実際に入った得点から受ける印象ほどの猛攻では実際にはなかったんですが、ナッツの監督の,監督の盛大なやらかしに乗じて6点もらった格好になりましたね。ま、あこの件で一番可哀想なのは今日の試合におそらく本来だったら全く関係ないはずだったシェーファーで、彼は特にボールを1球も投げてはいないんですが、 投球成績に予試球と失点がそれぞれ3ずつ追加され、勝手に成績が悪化したばかりか、この試合の敗戦投手にまでなってしまったのはあまりに不憫でなりません。また夏は今日負けて7連敗となってしまいましたが、監督のミスが勝敗にこういう形で直接的に影響してしまったのも、なんとももったいないですよね。このレベルでのやらかしはなかなか目にしませんが、メンバー表の誤りはたまに MLE レベルでも起きます。 有名な例で言えば2009年5月17日のレイズのケース、この日レイズは3番 DH にエヴァン・ロンゴリア、5番サードにベンゾブリストをスタメで出そうとしたところ、間違ってロンゴリアもサードと記入してしまったことで、スタメに2人サードがいる状態となってしまい、DH を失ってしまったことがありました。 結果3番にピッチャーのアンディ・ソナンスタインを入れざるを得なくなり、攻撃面で大きなディスアドバンテージを抱えてしまったんですが、この話の面白いところとしてはこれで終わりではなく、急遽3番に入ったソナンスタインが4回にタイムリーを放って普通に攻撃に貢献した点も含めて、 個人的には非常に印象的なメンバー表にまつわる誤りとして記憶に残っていますね。まあ、この他にもメンバー表の誤りでバッターがアウトになってしまったりですとか、まあ、頻繁には見かけはしないものの、30球団が年間162試合も戦っていることから、たまにこういったミスは起こるものです。今回の件はあまりに盛大な間違いでしたので、ナッツの監督もそれを指摘された時は血の気が引く思いだったでしょうね。 シングル A とはいえ現場は日々勝つために努力をしていますし、特に監督のその日一番の仕事はスタメンを決めることであり、ここの打順の組み方が試合に与える影響も大きいわけですから、このようなミスは絶対にしたくはないところ、今後ナッツはどのようにしてメンバー表のミスを防ぐかはわかりませんが、とりあえずちゃんとダブルチェックする体制くらいは構築しておきたいかもしれませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。 それではご視聴ありがとうございました。